はい、こんにちは、山本です。ということでね、今日はこれ作ります。じゃん、 iPad と iPad とペンシルじゃなくて、なんだっけ、ペンのケース。このケースもう色も気に入ったし、こうやってパカッと開いてすぐしまえるっていう、まあ、よくあるやつだけど気に入ってたんですよ。ただ唯一問題点があって、それがこのペンがね、どこにも一緒にしまえないんですよ。で、何しろ僕がこれをよくなくすんです。で、これを使いたい、 iPad パッて開いて使いたいって時にこれが見つからないってことがよくあって、これは良くないということで、これとこれが一緒に入るケースを作ってみようかなっていうことでやってみます。じゃあ早速どうぞ。まずはね、この本体の大きさをざっくり測ります。で、これを測ったら、まあ、型紙、簡単な仕様にしようと思ってるんで、そんなに難しい型紙は取らなくていいかなと思ってます。で、これはかぶせって言って蓋になる部分、ここがへたってくるといけないんで、ここに芯も入れます。で、革と裏布を貼り合わせていきます。今回はね、中 iPad 入れるっていうことで、滑りのいい布にしました。こんな感じでね、これでざっくりとこういった形になりますっていうことですね。これ次、本体の下の部分なんですけども、これはね、2色が綺麗に分かれるように、まずこうやって縫って、まあ糸止めはしますが、でその後にね、割っていくって作業があって、ここのグレーと赤の部分が綺麗にパカッと割れるように、この縫い合わせた後にこうやって潰していくんですね。で、こういった形にやると、ひっくり返した時にね、結構綺麗になってるんですよ。こんな感じでパッとね、綺麗ですよね。で、次はね、実際 iPad を入れてみながら、サイズ確認してディティール作っていきます。これアクセントにね、赤いベルトの部分にね、ロゴマークを刻印してみました。こんな感じですね。ベルトの部分にね、ペンを挟み込もうっていう魂胆なんですが、このサイズ調整が、まあアナログなんですが、こうやって何回かやってみながら、まあ、きつすぎず緩すぎずのところで、まあ、こんな感じで OK でしょう。で、これで実際に縫ってきましたと。で、ここまでやったらね、あとは本体横を本裁断して綺麗に整えてから、こうやって縫ったらもうほぼ仕上がりですね。で、これが終わったら、あとはこのホックね、最後に2点止めのホックで考えてるんですが、どこら辺に打ったらいいかをちょっと様子見ながら決めていきます。こんな感じで場所が決まったら、簡単な型紙作ってやった方がいいですね。こんな感じで、で、これで型紙合わせて、ポンチっていうね、穴開ける道具で、それでバシッとやっていきます。で、こうやって穴開けたら、あとはもうホックつけて完成です。こんな感じですね。で、ここからいよいよ実際に物を入れてね、最後に感覚確かめてみたいと思います。 iPad もいい感じでスッと入るし、ペンも入るし、蓋した時に蓋にも変な膨らみもないし、うん、いい感じだと思います。裏側の中がめちゃめちゃ綺麗ですね。この境界線も相当いい。うん、全体的にいい仕上がりになったんじゃないですかね。結構もうこの瞬間ですでに結構お気に入りです。ということで完成したのがこちら、こんな感じです。ここで表側はね、2色使いして、裏は大胆に真っ赤、こんな感じの仕上がり。どうしてもね、自分用に作るってなるとね、この色の組み合わせ多くなりますね。僕好きなんですね、この組み合わせが。で、開けてみるとパカッとこんな感じです。ここにロゴマーク入れてみました。で、ここに真ん中ペン差しついてて、こう出すとね、まあ、すごいシンプルな形ですけど、特に余計なポケットもつけてないし、もうほんとこれだけなんですが、まあ、自分の使い勝手だけを考えて作ったので、こんな感じになりました。普通はね、製図してね、図面描いてからやったりするんですけど、もうこれはもうほんとそのままぶつけ本番、頭の中でイメージしてそれを切り出してやったっていうだけの形、うまくいってよかった。これでもうなくす心配はないです。ここにペンを入れ忘れさえしなければ。ということで今回はこんな感じでやってみました。じゃあまたぜひ見てください。バイバイ。